さあ中にこれを跳ね返していく、頭でついてまだ収まらないが、さあ岡山どうだ、決まった、上条もう背中でゴールを感じながら、あ、はい、少し外からこう巻いて入ってきてるシュートですね。いやこれは素晴らしいシュートです。さあワンタッチで黒崎が上がってきて中に入れてきて、どうだ、ヘディング、キーパーポーク、ナイス、詰めていたのは森。さあ見てみましょう、この黒崎からボール、黒崎、そうですね、はい、ワンツーから森選手が、はい、うん、中央からね、佐藤が中に、もう一度今度は黒崎、さあ西矢が中に縦に繋いで、さあシュートまでか、シュートー決まった、有馬、途中出場の有馬同点ゴール。まあこのエスクデル選手がね、こう前に走って後ろにスペースを空けましたよね、はい、また下抜いていきましたか。うん、そうですね、まあ、そこで少しずつ岡山の守備も遅れ出して、はい、で時間ができて選択肢が増えて、で最後有馬選手はうまく体を、ね、入れながらターンして、さらにはエスクドロに代わって矢野貴章が入ってきます。さあこれは岡山が拾って中にボールを運んでいって、そして上条がどうする、徳本上がってきて中に入れる、徳本のボールに対してヘディング決まった、代わって入った清水、今のシーンです。斉藤選手から上条選手に来て、上条選手非常にいいためで、いいパスで徳本選手に、ね、渡しましたね、はい、まあ、余裕を持ってこうクロスを上げることができましたから、非常に精度の高いクロスになりましたね。でここも体育実感の長い山本選手の後ろからですね、うん、そうでしたね、清水選手がうまく、ね、合わせましたね。引っかかって佐藤、そして有馬、中にまたつないで有馬が打っていく、ゴールキーパーポープウィリアム、ナイスセーブですね、前ワンツーですね。いやこれも巻いてくるボールでした、右からのコーナーキック、中に入れてきて、どうだ、田代決まった、田代が決めました、2対2。さあ今のボールです、ファーサイドに持っていったところで少しね、1、2歩走り込んで高い打点でね、うまく持っていきましたね、阿部選手との競り合いでしたね。さあ縦につける、ワンツーをもらおうというところだったんですが、さあこれ奪って栃木、矢野かわしていってシュートを打ってくる、決まった、逆転ゴール、矢野落ち着いてかわしてシュート、今のシーンです。カウンターのような、ね、形になって空いたスペースに、ね、矢野選手はこう受けてドリブル運びながら田中選手と1対1で少しうまく時間を、変えて田中選手との間合いを、ね、作りましたね。そうでしたね、こう縦に持ち運んで切り返してうまく、ね、持ち直して、素晴らしいですね。元代表の矢野、落ち着いていましたね。そうでしたね、手元の時計でもプラスの4分という時間帯、ボールを拭いてどうでしょう、これラストプレーになりますか。ロングスローを入れてくるのが徳本、中に入れてきて、さあ弾き返す、ここで長い笛、試合終了、3対2、栃木が逆転で3ポイントを手にしました。